はい、行きますよ。プレッシャーがどの辺がですか？はい、行きますよ、本当に。どうぞ。よーい、スタート。感想は、楽しくやらせていただきました。みんな、主演のマリアさん、ね、マリアさんすごいいい方で、明るくて笑い方に特徴があって、すごい、あ、ほらね、笑い方に特徴的な、笑い方に特徴が確かにありますか？感じてますか？達也は、なんだろう、基本無口で他人にはあんまり干渉しないタイプで、自分さえ、まあ、結構幸せになれればいいかなっていう考えを持ってる人間だから、最初は多分ナナと関係を持ってて、だけどもうナナのことはほっといて、次まさかの先生に手を出してしまうっていう、本当に自分さえ楽しめればいいのかなっていうやつかなって思ってます。一番楽しかったシーンは最後の、睡眠薬を飲んで倒れてしまうシーンですね。結構フラフラになりながら、フラフラになるなりながらも、まあ、ナナを止めるところ、あそこが楽しかった。もうめちゃめちゃなんだろう、震え上がってたから、すごい体温も上がって、ちょっと一種の戦闘シーンみたいになったし、面白かったです。もう本当に登場人物全員の人間関係がぐちゃ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 ではないかもしれないけど、みんなクズみんなちょっとね、そう、理解しがたい、そう、理解しがたい性格を持ってるから、まあ達也も含めね、そう、だから難しかった、理解しにくかった。作の見どころ監督が言ってた通り、どんな風にも捉えられる、いろんな解釈ができる言い回しとかを意識したので、まあ、捉え方によっていろんな、そうだ、いろんな感、どういうキャラがどういう考えを持ってるかを楽しめる作品かなって思います。自分の好きなとこは最後のシーンですバイバイ。じゃあ、さらちゃん交代してください。はい、交代制なんだ。交代制です。ちょっとアンドレが上がるから、ちょっと皆さん挨拶。ありがとうございました。お疲れ様です。唯一のまともな登場人物確かに唯一まともな。アンドレさんの顔が撮りたい、ちょっと、アンドレの顔を撮りたい、今撮ってるんで、ちょうど撮ってます。ありがとうございました、アンドレさん。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。かっこいいな、アンドレさん、かっこいい。最悪の夏樹さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。この作品どうでした？演じてみて大変でした？楽しかったです。どのシーンが一番楽しかったですか？一番楽しかったシーン、死んでるシーンですかね。死んでるシーン、シーン8の頑張って死にました。そうだ、そうです、ね、どうでした？死体は良かったです、すごいリアルでした。良かったです、髪の毛バサって一番難しかったのはやっぱりそうですね、だからこの作品でセリフの使い方で工夫したところは、いろんな解釈っていうのができるように、こう、まあ、あまり感情が明らかな短絡的な感情の解釈にならないように、無機質にあえてセリフを喋ったりだとかしたんですけども、やっぱそういうところとうまくこう感情を爆発させるシーンっていうのがあるので、そういったところのこう役者の人の気持ちの作り方、やっぱり指示をしてもなかなか、演出をしても役者の人になかなか伝わらなかったりしたことがあったので、そういうところの気持ちの作り方っていうのを限られた時間でやるっていうのがとても大変でした。楽しかったことはやっぱり外の撮影が僕的にはすごく楽しくて、もう天候にとても恵まれてたので、本当にもう素晴らしい、雨が降った後の晴れっていうのがちょうど本当になんかこう雨なのか晴れなのかわからないナナの気持ち、主演のナナの気持ちをすごく表してたなと思って、すごいライティングも綺麗にバッチリ自然が決めてくれて、本当に素晴らしい照明さんでしたし、太陽が本当にありがたい。本当にありがとうございました。本当に
初主演ってことでなかなかなんかね難しいちょっと アート系の感じのなんかちょっと難しい本当に脚本を書いてしまって本当に初主演ちょっと難しかったと思います。なんかいろいろね本当に困らせてしまってるなって感じることが現場でもありましたし本当に、お互いうんおたそうなんですよね僕とねあのソラちゃん同い年なので実はねうんうん言われてるところもありまして分かりませんって伝わりませんってね言われてるところもありました。あの同い年なんでこれから映画業界で頑張ってもう素晴らしい作品を作れるようにまたどこかでねこう時間が経った後とかにももうすごいお互い成長してね作品また主演と監督で撮れたりしたら最高だなって思います。よろしくお願いします。トラちゃん嫌わないでください僕のことをまあそうですね。だからこの作品ではかなりあの芝居にかなり力をかけて本読みからまあ限られた時間ですけど やってそういうところ、セリフの一つ一つの使い方言い方にかなり時間をかけて音声的なところにかなり時間をかけて作ったのでそういうところを見てほしいのとあとやっぱり絵作りっていうのにも、いろいろと工夫をしてやったのでかなり詩が入ったりとかかなりこうアートな部分っていうのを僕は結構追求したいなと思ってるので、まあ、そういうところが結構うまく出てたらいいなと思うのでうまく出てると思うのでぜひ、チェックしてみてください。チャンネル登録もレイキフィルムズ YouTube のチャンネル登録お願いします。高評価もお願いします。もう全部お願いします。押せるとこは全部押しといてください。んシェアもお願いします。あのリツイートも Twitter のリツイートも TikTok のいいねも僕あのソラちゃんと TikTok いっぱい踊ってるんであのいいねも何でもかんでも押しといてください。よろしくお願いします。はい、ではインタビューです。なんか邪魔な人が入ってますけどと撮影終わりましたけどはいどうでした感想は撮影楽しかったね。いや、あなたじゃないですよ。あなたじゃないですよホームビデオ見た回してるだけにやってくれてじゃあちょっと気を取り直してはいどうでした撮影初めての主演でセリフ量とかもちょっとなんか多いなっていうのは感じたしちょっとプレッシャーもあったんですけどすごい楽しんで役を考えれたなって思います。楽しかったし、スカーフ巻いてるとこですかね。あ外で撮ったすごく綺麗に撮れましたもんね。焼き芋のシーンが焼き芋のシーン私は一番良かったなって思います。そうですね、すごく天候に恵まれましたよね。はい、やっぱり晴れ女だったんで、まあ、はい。演じるにあたって全体で意識したこととかってありますか。いや、うまく狂えるようになんか自分の気持ちを高めないと狂えないなって思ったのでなんかちょいちょい叫び声が入ってると思うんですけどそれで自分を上げてからもうなんかそっから落ちないように叫び声を何回か出して落ちてしまったら上げて落ちたら上げてみたいな感じでやってました。おっおあやばいクラブみたいになってクラブみたいになってます照明で遊ばれてますすげえいっぱいあるんだ。いっぱいあるんですよ。あーすごっ作品の見どころは、はい、これで言うんだこの作品の見どころはもうなんか自分の話になっちゃうんですけど最初は、まあ、まだ普通の子でだんだん時を重ねるじゃないけど行くうちにちょっと変わっていっちゃう私の心情とかをなんかまあ、見えないけどなんかあここで変わったのかなとかあこっちで変わったのかみたいなことを考えてインスタとかに送ってくれたら私見れるのでぜひフォローお待ちしてます。 TikTok はね、はい、ものすごい数フォロワーがいて、はい、頑張ってますもんね。頑張ってますのでぜひチェックをぜひチェックお願いします。今後こうどういう女優になっていきたいとかあるんですか。
消えない女優になりたいです。はい、大人にずっとおばあちゃんになってもばあちゃんになってもずっと役者でいたいなって思ってます。いや、できると思います、絶対。はい、この作品の演技が証明してると思います、うん、だといいです。はい、はい、じゃあ皆さん楽しみにしてください。楽しみにしててくださいね。さあ、終わり？終わりです。バイバーイ。